ウィルト・チェンバレン・ルーキー・オブ・ザ・イヤーは NBA において、レギュラーシーズンで最も活躍したルーキーに贈られる賞である。1952から53シーズンに制定された。アメリカ合衆国とカナダのスポーツ記者及び放送関係者による投票で、1位秒は5ポイント、2位秒は3ポイント、3位秒は1ポイントを獲得し、1位秒の数に関わらず、 合計で一番多く得票したプレイヤーの受賞となる。得票数が同じ場合はダブル受賞となる。19人がドラフト1位の選手で14人が後に MVP を受賞している。24人が後に殿堂入りを果たしている。3シーズンで複数受賞となっている。ラルフ・サンプソン、デビッド・ロビンソン、ブレイク・グリフィン、デイミアン・ディラード、カール・アンソニー・タウンズの5人が 万丈一致で選ばれている。この賞の決定後、現役ヘッドコーチの投票により、NBA オールルーキーチームの栄誉が決定される。ほとんどの場合、ルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞者が最高得票になるが、ルーキーの当たり年では、カーメロ、アンソニーアルホーホードのように、ルーキー・オブ・ザ・イヤーよりも、高得点で、ファーストチームに選ばれるプレイヤーが出る場合もある。リック・バリール・アルシンダー・ラリー。 バード・マイケル・ジョーダン・シャキール・オニール・ティム・ダンカン・レブロン、ジェームズ・ケビン・デュラント・カイリー・アービングルカ・カドン・チッチ。ありがとうございます。